どうも、阿部寛です、今日はですね、とりあえずお腹を空かせてきてくれということで呼び出されたんですけど、どこで買ったんですか？そのモノマネ芸人のラパルフェ鶴竹のお世話なじみの小川さんがやってるマインドってスーパーのこちらです。フルーツサンドだ。ありがとうございます。僕正直今ハマってるんですよ、フルーツサンド。はい、これ東大行くよりフルーツサンド食べない、それぐらいハマってます。いただきます。ありがとうございます。いや、うまい。うまいな。このフルーツの甘さが際立ってて、生クリームが甘すぎなくてうまいですね。うん。言うんですか。それを。このうまさ、東大級だ。これ大丈夫ですか？ジャイさんに怒られないですか？これ全部食べていいんですか？休日ですか？休みの日は？何でしょう？休みの日。休みの日はですね、僕昔カエルを飼ってまして、小さい頃から爬虫類とか熱帯魚とかいう店、あそこに行くと大好きで、休みの日もそういうとこ見つけてフラッと入ったりしちゃいます。はい、名前はカエルだったから、バナナ2本ぐらい入ってんじゃないかな。バナナが2本ぐらい入ってるかどうかお前が決めろ。うまい。私は綾鷹です。いや、これ3つも一気に食べるの初めてだな。これ何ですか？弥生姫、飲み取り侍な感じで言ってますね。弥生姫ってなんかいそうですね、あの時代に。ああ、イチゴが一番うまいかもしれない。こいつが東大だ。この酸味がたまんないな。最近無限阿部寛っていうのを考えたんです。はい、死のこと言わず東大に行け。東大の方からお断りだ。お断りも立派な暴力だ。暴力かどうかはお前らが決めろ。決めることよりも東大に入ることの方がはるかに簡単だ。だから東大に行け。だが東大の方からお断りだ。お断りも立派な暴力だ。暴力かどうかはお前らが決めろ。お前らが決めるよりもはるかに東大に入ることの方が簡単だ。だから東大に行け。東大無限阿部寛です。第3話4話とどんどん足してって、何が起きてるんだというパニックをご覧入れたいと思います。パニック。ごちそうさまでした。ここまで見てくれてありがとうだ。こうやってスマホを作って SNS 勉強法を身につけて東大に行け。東大の方からお断りだ。お断りも立派な暴力だ。暴力。またドラゴン桜で会おう。